特設艦船とは民間船を徴用し海軍所属の艦艇としたものである。正規軍艦の専門家が進んだ近代以降の海軍において使われる用語である。近代以前は主力艦以外の軍艦と民間船との間に構造面における厳然たる差がなかった。このため有事の際には民間船を武装させそのまま軍艦として使用することが多かった。しかし、 近代以降は軍艦が構造的に特殊化、専門化したため民間船をそのまま最前線での任務にあたる艦艇として使用することは難しくなった。それでも戦時においては一刻でも早く多くの戦闘艦が必要となるため既存の民間船を徴用し、それに改造や武装を施すことによって最前線以外での戦闘に従事する艦艇に仕立て上げた。これを 特設艦船と呼ぶ。元になる民間船が多種多様であることから、様々な大きさ、性能の特設艦艇があるが、一般に新規に戦闘艦を建造するより、大幅にコストが低く、工事期間も短くて済むという利点がある。工事するように、船員をそのまま徴用して流用できる利点もある。ただし、武装は正規戦闘艦よりも少なく、速度も遅く、 装甲もないため防御力も弱いという欠点がある。指揮を取るのは海軍士官であり、国際法上も軍艦に該当するが、上院全員が軍人とは限らず、船体の徴用と同時に、船員も徴用されている場合が多かった。その場合、高級船員は士官待遇の軍属となることが通常である。一般船員に関しては、軍と直接契約して指揮下に入り軍属となる。 場合と、軍と、船会社の間の要船契約に従って、派遣されるだけで厳密には、軍属と言い難い場合がある。1904年1月11日、山本権衛海軍大臣は、明治36年度海軍戦術編成に準拠して、帰三34隻を、雇い入れ、各陳府に偽装を命じた。これらの船舶の故障は、当時、単に、仮想巡洋艦、水雷母艦、 工作船、病院船及び輸送船であった。輸送船は艦隊付属に限りその用途によって、給炭用、給水用を管し、その他は一般に輸送船と称した。選挙区の発展に伴い、特殊の偽装を要するものが多く、用途を区分する必要が生じたため、1905年2月10日に、至り、仮想巡洋艦、水雷母艦、仮想砲艦、 水雷鎮を受け艦工作船、病院船、旧兵船、急水船、急涼船、旧丹,丹船、通信船、救南船、海底電線鎮を受け船等に再区分した。なお、旅順港閉塞作戦に用いた閉塞船も特設艦船の一種である。昭和前期の日本海軍は特設艦艇の建造に特に熱心であった。軍縮条約及び 予算の制限により、補助官邸の不足を感じていた日本海軍は、1937年の優秀船舶建造助成施設に基づき、民間の優秀船舶が建造される際に補助金を出していた。これは、戦時には徴用され、特設官邸に改装されることが条件であった。そのため、ハッチの大きさや位置の海軍規格化、大砲設置のための構造強化、 飛行艦班設置のための艦班構造設計などが行われていた。種類特設艦船は船の特徴、大きさなどにより32種類に分けられ偽装された。戦艦、駆逐艦と潜水艦を除き、ほぼすべての艦種に特設艦船がある。なお、海軍徴用の民艦船でも特設艦船に含まれない一般徴用船という方式があったほか、陸軍も 独自に多数の民間船を徴用していた。また、船舶運営会所間の民間船の建前で、徴用を受けないまま軍事輸送に協力する、海軍配当船、陸軍配当船という制度も太平洋、戦争中には実施されている。特設監視艇太平洋戦争中、洋上紹介をする監視船が大量に必要になった、海軍は、外洋航海が可能な漁船等の船舶を、 特設艦指定に指定して徴用した。海軍第22戦隊や各地の根拠地帯に所属させた。この特設艦指定は海軍艦艇として軍艦機を掲げ強力な無線機を装備して任務に当たった。北洋から赤道までその活動範囲は広範囲に及んだが、主にアメリカ海軍艦隊に対する早期警戒を目的として 日本列島のはるか東方海上の統計150から160度線を南北に総海域を中心に紹介していた。戦争後期には航空機警戒用に北緯30度、統計140度線付近の海域への展開も重視された。武装は戦争初期は小銃のみだった。一説には目立つ武装を避けることで民間漁船に偽装する意図があったとも言われ、 上院も軍服の着用が避けられたという。しかし、中期には7 7ト、mm、ル機銃と迫撃砲を追加され、後期には2 5ト、mm、ル対空機銃や1 3トル単装機銃さらには電弾や若干の爆雷なども装備されるなど、重武装化した。それでも、この程度の武装では、敵航空機や潜水艦に遭遇しても、 まともに戦うことができるはずがなく、多くの特設監視艇が敵発見の無限を発しながら撃沈されていった。これら特設監視艇が命を捨てて発信した敵発見の無限だが、日本海軍がキャッチできたとしても、日米の戦力差が広がり続けている状況では、効果的な迎撃が難しいため、せっかく特設監視艇の通報を受けても、迎撃できなかったこともあった。 戦時下の日本の戦員たちの悲劇をまとめた書籍日本優先戦時戦士の文中には誠に弱い運命のもとに置かれた彼らは進んで戦う何者も与えられておらずただ小さな船の中でじっと死の来るのを待っているばかりであった敵にあってもそのなすがままに死なねばならないことは軍人以上の精神力を必要としたとある 太平洋戦争開戦時の特設艦指定数は211隻で、あったが407隻まで拡充され、約300隻が喪失した。徴用された船舶数と理災数個々の徴用船に関する資料は多数あるが、まとまったものは少ない。したがって正確な数が把握されていないのが実情で、あるが海軍が発表した資料によれば、この他に、 1949年の経済安定本部調査によれば合計15,518隻の民間船が離サしたという記録が残されている。その内訳は従って海軍発表の数よりも実際にはもっと多数の船舶が徴用され離サしたものと思われる。イギリス海軍もまた第1次世界大戦、第二次世界大戦、さらにはフォークランド紛争時に 多くの民間船を徴用し、武装を施して、戦乱護衛などに用いた。ありがとうございます。